今非常な時でね、大変困ってるが、今やまさに演習前の気迫を発揮するいい時である。あんまりに目先のことにとらわれて萎縮しちゃってね、悔いを将来に残すとはいかんのよと言いたいです。遠州の織物は江戸時代から始まりました。明治時代は葛西の町を中心とした小規模なものでしたが、力織機の導入により明治の末には全国にその名が知られるようになりました。それ以来遠州の織物は浜松の町とともに成長してきました。現在も市の有力な地場産業として市内で働く人の6人に1人が、また全事業所の約3分の1が繊維関係の仕事に携わっています。私たちとも深いつながりのある遠州の織物業界、綿や合成などの副次製品や浴衣、ウール木尺の産地として知られてきました。しかしここ数年来需要は伸び悩み、厳しい状況に置かれています。だから織は、まあ、特にあの織物が、まあ、他の産業に比べて不況だということは言えると思いますね。見通しが全然ないので、まあ、うちの場合はどうしても去年いっぱいで、止めざるを得なかったと。こうした不況は東南アジアからの輸入品の影響とともに業界の体質から起こったものと言われています。遠州地方ではほとんどのところが家内工業的に仕事をする中小零細企業なのです。従業員も 2,3 人のところがほとんどです。それに伴い織物のできる各工程の分業化も非常に進んでいます。遠州の織物業界の特徴といわれる分業化、一つの製品は多くの工程を通ってできていきます。まず枷上げ工程があります。紡績工場から来た糸をほぐし決められた長さにします。次が晒し工程、糸をあく抜きして白くする作業です。晴れた日には市内のあちこちで糸干しをする風景が見られます。糊付け工程は糸の毛羽を取り強くする作業です。一つ一つを手で糊付けしていく大変な作業です。晒しや糊付けされた糸をもう一度管に巻き上げるのが管巻き工程です。成形とは織るための縦糸を整える作業のことで、糸を織る準備段階の最終工程です。織り工程、ここで布を織る作業に入ります。石原町で織布工場を営む井口さんはこの道30年というベテランです。織本さんから、我々は賃を織りでもって一旦いくらの工賃をいただいて生活をして、営業してるんですが、非常に最近、工賃の暴落
物価の値上がりで苦しいと。遠州の織物業界のもう一つの大きな特徴に金織制度があります。織元から糸などを借り、自分のところで織った布はまた織元へ出荷します。分業化や賃織制度はそれなりに良い面もありますが、今日では一つの問題点とされています。まあ、これからの時代、まあ、ずっとこういうものをやっていくにはやっぱり新しい技術、また新しいセンス、アイデアっていうものがこれからどん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 要求されていくと思いますね。名塚町で染色工場を経営している黒岩さん、浜松浴衣の染め技術により第1回の市の優秀技能者の一人に選ばれています。織られた布に色をつける、これが染め加工の工程です。抽選と呼ばれる方法で浴衣地が一旦一旦念入りに染められていきます。こうした厳しい時代にまず必要とされているのが、今までの伝統的な手法を生かしていかにより良い製品を作り出していくかということです。黒岩さんは抽選加工を改良した新しい技術を研究しています。まあ、少しでもより安いものを消費者に出していきたい、また売れるものということでコツコツやっていますけど、なかなかうまくいかない。そして、まあ、研究はしているものの成功するものは少ない、まあ、失敗したものが多いですね。まあ、10やって10成功するっていうものはほとんどないですね。まあ、10やって20やってっていうことは、だんだんその積み重ねでいいものができていくんじゃないかと、そんなふうに思います。業界全体でも技術改革の動きは盛んです。研究会も各所で開かれています。それとともに業界の根本的な構造改善の動きも出てきました。有玉南町にある浜松アパレル協同組合、広幅関係の8つの会社が集まりました。まずデザイン室を持って新しい商品の開発を行っています。縫製センターでは既製服を生産しています。そして自分たちのところでできた製品を自分たちのところで販売するという方法をとっているのが特徴です。浜松着物協同組合では商品開発センターを中心に21社が集まりました。ここでは共同で研究して小幅製品を開発しています。この組合では新しい試みとして無料で和裁教室を始めました。また若い人たちに気軽に着物を着てもらうため着付け教室も開いています。ですね、こういう厳しい時代にあってもですね、
みんなしてですね、力を合わせてこの研究努力をするならばですね、必ずや、またまた私どものですね、希望する状態に、復帰するんだと、このようにですね、私どもは先に希望を持ってですね、毎日の努力を重ねていると、そういうことですね。市の三大産業の一つとして産業都市浜松の基盤となった繊維産業、今までにも幾多の試練に見舞われてきました。しかしバイタリティある遠州の人々は優秀な技術と持ち前の負けん気でこの荒波を乗り越えてきました。遠州織物の明日は厳しい道、苦しい道ですが、新しい動きは確かに今始まっています。